キチャンネル。よいしょ。さあ今日はオリックス DeNA の月間総チェック。はい、はい、オリックス現状5位、はい、3位日本ハムと8ゲーム差、うん、そして、首位と13ゲーム差、うん、借金8、きついな。ピンチでしょ。大ピンチ。大ピンチ。そらそうやろ。山下俊平太、宮城おらへんねんで。そうですね。去年から山本と山崎幸也おらへんねんで、はい、4人おらへんねんで、はい、勝てるわけないやん。そらきついぞ。今だってお前柱エスピノーザやろ。そうです。でそれの次来るのが田島やろ。東と、うん、東のな陣痛力も消えたしな。そうなんです。ちょっと状態良くないですよね。でこれも良かったけどデッドボラーでな、うん、だったけども。オリックスね、5月、なんとチーム防御率 3.57、 約1点悪くなってて、で先発 3.64 も1点悪くなってて、リリーフも 3.44、 1点悪くなってて、全部平均的に1点も悪くなってんねん。そりゃそうやろ。宮城で山下俊平がおらへんねんから。リリーフも平野がおらんくなって、マチャドナノビやな、はい、でもピッチャー使いすぎてブルペンでしまくって勝ってるのに登板肩で投げさされへんって、もうどんなんやねんっていう。そうです。ブルペンデーはもう日曜日が次の試合ない時じゃないと無理やっていうぐらいきついもんね。きついっす。本当にきついっす。で日曜日も山下俊平と投げようと思ったら投げられへんくなって、で急にブルペンデーみたいなね。まあ鈴木博士とか頑張ってたけど、でチーム打率も2割3分7厘から2割5分1厘上がってるよ。でもホームラン少なくなってる。セデーニャな。セデーニャ打ってたもんな、結構勝負どころでね。うん。しかもエラーが増えてんだよね。エラー20個やで。そうですね。エラー20個はあかんやろ、さすがに。で得点は80点から75点、失点が77点から90点に跳ね上がってんもんな。こう完全ディフェンス面やな。でも打つも森もいなくなって、はい、でラオウおらへん。でセデーニョもちょっと今打てなくなって、はい、これどう戦うねん。何もかもきつくない？きついです。ピッチャーもいないですから、うん、頑張ってんのね、西野と福田、あと中川。あれでも福田、5月あんま打ってないんだね。2割3分4厘印象だけかな、俺の中の。5月は太田。ああ、太田ね、右打ち太田ね。右打ち太田、うん、きついな、もうこれ。この時きついですよ、今。もうまあでも3連覇してるから、もう仕方ないな、これもうちょっと反撃ののろし、まあ、最低でも宮城と山下俊平が帰ってこんと無理やな、さすがにな。もう苦しいな。苦しいです、本当に。かなりね。かなり苦しいです。かなり苦しい、本当にもう。でもバンドとかも失敗するの割にミス多いんだよね。そうなんですよ。とりあえず、ミス撲滅、やることは。6月はね、エラーの数を10個にしよう。10個まで。やっぱ20個は多すぎるって。っていうことは、防御率以上に失点してるってことでしょ。そうです。記録に残らない。うん、で打撃陣は2割3分7厘から2割5分1厘上がってるから、上がってんだよね、そこら辺は。だから投打の噛み合わせがもう本当悪いんだよね。だからもうここは失点エラー少なくでなんとか踏ん張ろう。もうにもおらへんしな。きついぞ。もうピストル打線やもんな。打線すごい。ホームランもないし、はい、西川も打率上がってくれんときついで。今のままじゃ西川の復調とエラー10個交流戦はもう借金ダメだよ、作っちゃ。そうじゃないともうあの10いっちゃうからね、あの借金が。交流戦終わるとミス撲滅、エラー10個、西川副長、月間3割、これや、これしかない、これしかない。あとはもう宮城、山下俊平と早く帰ってきて、もうこれしかない。ここでもう踏ん張っていこう。続いて DeNA、はい、DeNA は現状5位、でもまあ3位に3ゲーム差、4位中日に 2.5 ゲーム差、交流戦は3勝3敗5分で、成績でいうと、打率が2割4分から2割5分2厘を上がってんな。上がってますね、うん、でも得点が74点から89点も上がってるな。でも失点も106点から78点下がってるね。でチェーン防御率が 3.51 から、3.13 で先発 3.77 から 3.18、リリーフが 3.10 から 3.0、 全部上がってんねん、うん、全部上がってるけど順位が上がってけへん。5月が5分やもん。12勝12敗やもん。もったいないですね。5分、3連勝からの3連敗ですから。うーん、痛いな、ね、うーん、もったいない。盗塁も14個で走ってるし、被本塁打多いな、18本も打たれてる。まあ球場の狭さはあるけどね。でもホームランも17本取ってるしな。まあ、筒香もいいところでは打つけどね、
でも牧がちょっといなかったら痛かったな。痛かったですね。でも牧帰ってきたから、ね、えぐいよお前、はい、ファースト大津、セカンド牧、サード宮崎で、ショート流動的、レフト佐野、センター海老名で、ライト筒子、キャッチャー山本、えぐいっすよ。打ち勝つか。いやもう打つしかないですよ、うん、あとジャクソンとケイがね、まあ、最近いいけどね、ケイもね、ケイね、うん、ちょっと投げてみないとわからないパターンあるし、で後ろ森原になってね、すっきりしたけども、うん、リリーフのつなぎがね、うまくいけばっていうところはあるけどもね、あと中川がね、良かったけど、なんかちょっと肩が ね、違和感って言って、バッティングもいいしね、うん、だから東、ケイ、ジャクソン、大抜きがピリッとせんよな、しないですね、ほんとずっと悪いですね、なんかね、そこがピリッとしてくればね、まだ状況変わるんやけど、まあでも石田もなんかいい感じで投げてたしね、はい、この前も、佐々木千早ね、現役ドラフトでも頑張ってるし。まあ、平の離脱も痛かったけどね。まあでも特段悪いとこないけどな、特段悪いとこもないけども、特段いいところもない。でも5月のチーム打率2割5分 D は2位だからね、広島に次いで。だからもっと上に行かなきゃいけないのに、なんで5月12勝12敗で5割なんやっていうね。勝たなきゃいけないところで勝ってないところが多分ダメなところだね。だからやっぱこれか、14、15の巨人、DeNA の富山、北陸シリーズでシャットアウト負け、2対1、4対0シャットアウト負けやもんな。ここで打てなかったんが痛かったね。そうですね。あとやっぱりこのせっかくヤクルト3連勝したのに広島3連敗、これ痛い。投打の噛み合わせバチシャワツ、チャンスあったんですけどね、あの試合も延長になってね、これもう終盤、これ8回ね、石原のホームラン、うん、痛いね。ここやな、これここの多分この24、25、26の3戦3連敗3連勝が広島が5月1位でいたのと、 DeNA が5分、だってもしここ2勝1敗でも14勝11敗だって、で貯金3や、広島が12勝10敗だったから、 DeNA 下手したら1位だった可能性ある。いや、そうなんですよ、5月、はい、これやな、あんだけどって、このカープ戦のリリーフやな、でここでやらかしちゃったのが。でそしたらね、この順位的にも、まあ、1位まではいってないけど A クラスいたな。いや絶対いたっす、確実にね、はい、あの打線であそこにいるのおかしいっす、うん、爪の甘さやな、この今の DeNA の課題が爪の甘さやな、今の戦い方で。まあ、牧も帰ってきたっていうところもあるけども、勝つべく試合を必ず勝てるかどうかが課題やな。これでも6月もし仮になったら、もう言ったら山崎康明投手がバントが処理ができないのとバレちゃったんで、牽制とこれちょっとピンチですよ今1点差ゲーム多いし、金さん多いから絶対コソコソしてくる。あれはあれな、牽制をしないんじゃなくて、できないからしなかっただけな。ほとんどのデータ見ても牽制できないわけです。そう、牽制はしてないんだよ、はい、だからしてないのが、しないからできるけどしないのか、できないからしないのかで、できない方な、できない方らしいです。だからずっとみんなリード取って走ってくるらしいです。でバントもあれでしょ。これちょっとちょっとあれやな。狙われる可能性あるでしょ。で、あの足外さないで偽投して僕ね。僕ね。まあそう、どう修正していくかやな。そうですね、練習してな。うん、そう克服するしかないからね。うん、そうやってなった時にね。DeNA はもうリリーフ終盤の爪の甘さをね、改善できれば、まあ今のままだね。まあ今のままでで勝てるんだからね。で力勝負でパリーグに負けないことだね、はい、この交流戦ね。まあというところやな、うん、DeNA は爪の甘さを改善して姉妹までしっかり勝ち切れれば、うん、6月終わったら A クラスも十分あるけども、爪の甘さを露呈してれば、え、なんでこの成績でっていうののなんかこのミスマッチが起きて順位が上がっていかないことになるからね、はい、あの絶対やってはいけないこと一つあるんですよ。オースティンが離脱するのか彼ね、彼離脱しちゃうと。でもオースティン離脱しても関根がいい感じで帰ってきてくれたら、もう佐野がファーストに来て筒子をレフトでいけんじゃん。長打力はないけど、長打力オースティンそんなでかいんですよ。いきなりね、エスコンでもホームラン打ってたからな観客席に飛び込むとかもああいうのも絶対なしにしちゃって、アグレッシブと無謀は違うからな。ヘッドサイド大丈夫です、いらないです求めてないですよ怪我だけだけ。そんな必死さいらんよな、いやないっす、怪我すんねんからな。そうなんです、もうちょっと手抜けっていうね、手抜いていいんですよ、うんうん、はい。まあっていうところがね、今回の両チームの課題かな、はい、うん、そういったところでまた6月お会いしましょう。